チャオ、あっちゃんです。またまた今日のあっちゃんのアイスタイムは、おはようのね、ジャージー牛乳ソフトリピです。何回リピしてんねんって感じだけど ね、これは間違いないのよ。美味しいよ、これが美味しいしね。あのアイスクリームだし、安心して食べられるしね。ではいただきます。ほら、アイスクリームです。ではいただきます。今日ね、お買い物行ってくるやん今日、ね、買っとかだと思ってね、もう週末やしね、こうといた方が出かけるのもねと思って、で、あのね、今帰ってきてパソコンを取ってあげたらね、占いさんのページが出てきてて、池田さん保存版2024年第4四半期10月から12月、苦労や辛いことが集結しますって書いてあるね。あ、集結するでしょうかね。もう苦労と辛いことしかなかったからね、ここ最近ね、いいことが起こる予感がする。はい、そう思っていきましょう。はい、これね、後で見よう。人の動画ね、流しながら、もうね、流しながらこれでもいいのかなと思うけど、あかんしね、流したら。こんな感じでね、今日はお買い物してきてね、朝からね、ちゃんと動画作って、まあ全部作ってないのでここが作らなかったんだけど、でちょっとプラモデルの塗装ちょっとやってね、またうまいこといかへんかったな。うまいことかな。まあ練習ね。で、お買い物行ってきて、ほんまに何やかんやうまいことを回ってるかな今日はね。そろそろね、秋にかけてまたちょっとやりたいことがあるんやろ、ね、紅葉もね、見に行きたいなと思って、だね、まあね、ならばね、結構紅葉が綺麗な場所もあるしね。また行ってみます。わからんけどね。なんか余裕がこうだいぶできてきたけどね。ちょっとね、見た映画もあったりね。やりたいことがあったり、いろんなことあるけど、なかなかできへんかったり。そろそろ近鉄がね、新型電車走ってるから、乗りたいなと思ったり、見たいな。近鉄祭りがあるよね。分からんけど、近鉄のページ変わってる。私は奈良派言うと、奈良へとかね。ということでね、リリースニュース、鉄道の引き年入場券四日市駅でなんか販売しますってことね。なんで四日市駅やねん。何やこれ。10月7日。鉄道コレクション。鉄道の日イベント、お台場。お台場かよ。金山総合駅、名古屋。近鉄祭りとかで何か発売するって。何これ。
あ、ピンデスマーケットで売るんや。なんかね、いや、これ顔かっこいいな。近鉄の電車の乗れんやって。電車のね、ドアになったのね。かわいいけど、おしゃれさがないからな。これ、電車グッズもね、脱ぎ出して集め出すと、キリがないんよね。電車大好きやからさ。なんかいろいろね、見たけども、あ、四日市から桑名、三重方面か、駅長表札キーホルダーと台紙付きの記念入場券、当日のみ。これかっこいいな。新潟のビスタカーのね、写真を撮ってる。鉄道大好きやからね。近鉄大好きやから。10月14日、鉄道の日。やって。今度の月曜日なんや。鉄道の日ね、いろんなとこでイベントあるからね。結構好きでね、乗り物イベントが。行きたいんだけど。近鉄団体列車集いで行くワイン祭りってあるの。これ行きたいな。ちょっとね、神奈川ばっかり見とるけどね、何をしとんねんって感じ。あれ、おすすめ、実は消えてる、もう終わったのか。これか。11月17日やって。これいいね、高っ。9,800円。なね、ツアーがある。なかなかね、面白いね、こういうイベントね。こんなん見てもいいけどね、なかなか。それよりもあれやん、近鉄祭りを調べようって。何をしとんねん。近鉄祭りがね、持ってないんや、どこや。なんかすっごいね、見にくくなった近鉄のページが変わって。あれ？近鉄祭りの。前に出とってんね。どうしよう。近鉄祭りのページは分からないのかな。次どうやろうかな。これかな。ホームページあらへん。
れ告知なくなった、今年久々にあるって書いてあったのに、どういうことよ。10月19日、20日、20日やって。行きたいけどなぁ。いや、もう事前申し込み終わってるって。結構こうイベント面白いからね。楽しいけどね。考えとこ、行けたら行ってきます。なんかね、高安の方でなんか布施プロレスがあるみたいな、プロレスもやってるんでしょみたいな。高安会場行ったことないよ。まあね、いつも楽しんだもん勝ちなんで、こういうイベントまで行けたら行ってきます。高安のイベントは5年ぶりやって。うん、ちゃんも何年か前に行ってあれかも、だいぶなるもんな、コロナでなくなってね。また行けたら行ってきますわ。はい。分からへん。今年はでも行けへんかも分からへん。来週でしょ。うん、まだ予定が入って、まだ立ってないね。うん、ということで、今日なっちゃんのアイスと雑談、いや、ほぼほぼ雑談、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。まあね、近鉄祭りは行けへんだとしてもね、どっかでね、近鉄の新型車両乗りたいなってなったりし、ね、電車旅がしたいなってのもあってね、またいつかまた電車旅行ってきますわ。はい、ということで、期待せずに待っとってください。電車の旅も楽しいよ。ということで、まあ、秋、なんかね、行楽、ね、夏の、もうね、こっち越してきてから、もうね、来てからすぐ夏になって暑くなったから、何もできへんけどね、ぼちぼち気候も良くなってきたからね、いろんな外行ったりとか、いろいろやりたいなと思ってることあるんで、これからも全力でとかやって、楽しくやっていきたいと思います。では、またね、バイバイ。なんていう動画でしょうかね、これはね。はい。まあ、こういう動画もたまにはいいでしょう。では、またね、バイバイ。